堂本光一×羽生結弦が E テレで初対面フィギュア&エンドレスショックの意外な共通点とは？人気デュオ、キンキキッズ、堂本光一とプロフィギュアスケーター、羽生結弦が、10月6日、13日、20日に放送される NHK、E テレ、スイッチインタビュー、毎週金曜午9時30分、再放送は毎週火曜午下0時25分、で初対面を果たした。通常、同番組は2本編成だが、今回は特別版として EP1、EP3 までの3本編成で放送する。舞台、エンドレスショック、で国内ミュージカルの同一演目での単独主演記録を更新し続けている堂本と、フィギュアスケート男子で五輪連覇を達成し、プロ転向後も抱負なき探求を続ける羽生。違う分野で第一人者として活躍を続ける二人の夢の対談となった。堂本の、誰の話を聞きたいかな、と思った時に、浮かんだのが羽生さん。頂点を極めた人の自分自身の向き合い方などを聞いてみたい、という思いから実現。堂本は、密かに羽生が練習拠点とする宮城のアイスリンクを訪問した。当初は日がみ練習のみの見学予定だったが、氷上でジャンプや演技を行う前に、陸上で体を作り上げるアップ段階から見ていただくことで、練習を見る時の感覚も変わるのではないか、との羽生の申し出もあり、ウォーミングアップ段階から見学した。日がみ練習では、ソチ五輪 SP、パリの散歩道、などの音楽がかかる中、4回転ジャンプやトリプルアクセルを息つく間もなく着氷。ハイドロブレーディングやイナバウアーなどの確認も行った。約1時間にわたり見学した堂本は、アップからだんだんギアを上げていくよっていうのが、そこに羽生結弦さんの何か人生が現れている気がしました。そして羽生結弦さんもやっぱりウォーミングアップによって体を起こさないといけないんだなって。それってすごく人間的な部分で印象的でした、と振り返った。翌日には羽生が当時の世界最高得点を更新した2015年 NHK 杯 FS 生命やエンドレスショックの代名詞である殺人や階段落ちの映像の鑑賞を交えながら対談を実施。違う分野ながら互いに身体表現をするからこその共感や、物事へのアンテナの張り方、演出をする上での生みの苦しみなどを語り合った。羽生は、エンドレスショックのセリフ、俺たちは一つ苦しめば一つ表現が見つかる。一つ傷つけばまた一つ表現が作れる、に心をぶち抜かれたと打ち明ける。常に高い理想を追い求め続ける二人だから共感できる苦悩についてもトークを展開する。羽生は、自分が突き詰めれば突き詰めるほどここまで突き詰めなくて良いと思っている方もいる。正直見えているものが周囲と違うときは孤独、孤高だなと思う、と苦悩を明かす。堂本は、羽生さんは20代の頃の俺と似ているところがある、とし、共感を寄せた。さらにはフィギュアスケートが、エンドレスショックの代名詞とフライングの意外な接点を堂本が打ち明けた。視聴者に向け、羽生は、違う場所にいる人間で、全然違う立場で、時代もちょっと違うけれどだからこそ分かり合えて、だからこそ違う人間同士の会話を聞いていただけたら嬉しい、とアピール。堂本も、一つの生き方の提示みたいなものが、羽生さんからの言葉に現れていた気がします。たくさんの方にご覧いただきたいなと思います、と呼びかけている。